はいどうも、つるちゃんでございます。えー、今日は9月の1日日曜日ですね。えー、皆様いかがお過ごしでございましょうか。えー、九州北部地方ですね。えー、台風が過ぎましてですね、台風一過で昨日、今日と快晴の青空が広がっておりますけれども、えー、本来であればですね、今日がこの試験日ですね。 当日でありましたけれども、えー、3ヶ月のご猶予いただいたということでですね、今日は、佐渡御所ですね、前回に、ね、引き続きまして、佐渡御所行ってみたいと思います。今日は、えー、章ですね、こちら大脈をお持ちの方は、えー、これ6月号ですね、この大脈をお持ちの方は、あぁ、78ページを見ていてください。今日は第三章ですね、百福こそ、時期に叶う、 修行と明かすということでやっていきたいと思います。仏法は、少樹、釈仏時によるべしと。例えば、世間の文文二道のごとし。されば、昔の代償は時によりて法を行ずと。仏法においては、少樹と尺福のどちらを実践するかは、 時に応じて決まると。例えて言えば世間でいう文武の二道のようなものであると。えー、そのため、過去の偉大な商人は時に応じて仏法を修行したと。で、補足ですね。少女釈仏について。いずれも人々を仏法に教え導く、えー、法の一つであると。少女は相手の 主義,の主義主張ですのそれの違いを容認しつつ、次第に誘引して商法にいらせる方法と。それに対して釈伏は、もうご存知ですね。相手の邪気、邪法を発射し,し、商法に起伏させる、けどの法のことであると。ということですね。では続いて。 接戦同時、去った王子は、身を伏せとせば、法を教えん。菩薩の行となるべし、と、せめしかば、身をすつ、肉を欲しがらざるとき、身をすつべきやと。神なら、あ神なからん、世には、身の皮を紙とし、筆なからんときは、 骨を筆とすべし破壊、貝を破るですね。無貝をそしり、自戒、商法を持ちん世には、初懐を固く固く保つべしかです、ね。儒教、道教を持って、 借境を静止せん日には道しし、道安保守、道安保守ですね。恵恩保守、報道三蔵等のごとく、王と論じて命を過労すべしと。借教の中に、少女、大女、言教、 実況増乱して、名字と、我略と、語、路の二乳をわきまえざるときは、天台大師、源行大師等のごとく、大小本日、顕密を強情に分,分別ですね分、分別すべしと。 接戦童子や去った王子は、その身を伏せとするならば、法を教えよう。その伏せ、伏せ行が菩薩の修行となるだろうと迫られたの、迫られたので、身を捨てたと。肉を欲しがらない時に、身を捨てるべきであろうかと。神のない時代には、 身の皮を紙として筆のない時には骨を筆とするべきであろうと。戒律・仏道修行のために守るべき規範を破る人や戒律を保たない人が戒律をを重んじられる時代には。 さまざまな対立を形か保つべきである国王が儒教や道教を置いて、仏教を弾圧しようとするときには、道安保守おし、創造三蔵らのように命をも顧みず、国王をいめるべきであると。仏教の中にも、 症状と大状、権協と実況が入り乱れて、あたかも宝の玉と瓦礫、牛の父とロバの父の違いが分からなくなっているようなときは、現代大,大師や伝行大師らのような、あ、連行大師らのように、大状と症状、権協と実況、 謙虚と密教ですね、の違いを厳然と立て分けなければならないと,ということですね。続いて、畜生の心は、これ有名ですね。弱きを脅し、強きを恐ると。当世の学者党は畜生の如とし、智者の弱きを穴ずり、 王法の横島を恐ると。シンと申すはこれなり、強敵を服してですね、初めて力士を知ると。畜生の心は弱い者を脅し、強い者を恐れると。今の世の僧たちは畜生のようなものであると。知者の立場が 弱いことを侮り、王の邪悪な権力を恐れていると。こびへつらう進化とはこのようなものを言うのであると。強い敵を倒して初めて真に力のあるものであるとわかるのであると。ですね。続いて。 悪王の将法を破るに、蛇法の僧らが嘉頭をなして死者を失わんときは、獅子王のごとくなる心を持てる者、必ず仏になるべし、ここも有名ですね。礼せば日蓮がごとし、これ、おごれるにはあらず、将亡を惜しむ心の強情なるべし、えー 悪王が商法を、商法を破ろうとし、邪法の僧たちがその味方をして、知者を亡き者にしようとするときは、獅子王の心を持つ者が必ず仏になる。例を挙げれば日蓮であると。これはおごっていうのではないをです、ね、大切に、 する心が強情だからであるということですね。そしていきましょう続いておごれるものは必ず強的にあって恐るる心失態するなり礼せば修羅のおごり貸借に責められて胸土の 鉢スの中に昇進となって隠れ死がごとした。消防は一字一句なれども時期にかないぬれば必ず得道なるべしと。選挙万論を修学すれども時期に相違すればかなうべからずと。おごっているものは 公的に会うと必ず恐れる心が出てくるものであると。例を挙げれば、おごり高ぶっていたアシュラが大尺に責められてですね。無熱地とは、炎熱の苦しみがないとされる古代インドの想像上の池のハチスハスの中に身を 縮めて隠れたようなものだと。商法は、商法は一時一句を実践するだけであっても、時と既婚にかなっていれば必ず成仏すると。どれほど多くの教文や論書を習い、学んだ時と既婚に同意して決して成仏はないんだと。 だから仏法は時によるべしと。他の語所でも言ってますね。では解説に第三章では、百福こそ法という時にかなった修行であることを示す。聖の本書の冒頭では、仏法の百行に、の二仏法と百仏の2つを示す 邪相が、聖法そして、商法を人を守ろうとする。尺仏こそが、時にかなった時となるっていると。その過去世の、尊や商法、商法時代の仏法者たちの一線を挙げられる。これは、人名の は同じでも実践のに違いがある,をていると。シャクソンの過去世の姿である当時去ったを両方文字のをあじゃ、えー、ですね。自悲業としてその時の実用不可欠実践であるこそ。 成仏の因となったのであって、いたずらにしていることの修行となるのではないと。獅子王の心を持った仏にさらに、ま、時に言った実はあるべきとされると。ご承認、ご財政と諸宗の聖者ではなく、地位や物事を判断して 手を読み見れば甘くて脅し強い身を運びへつらうといういやし縮小のもので記者を迫害しようとする実際、事業羹らが証人を迫害したので強敵として初めて記者と。 勝ったことをめて力のある人が知られるようにたとえ迫害を受けたり苦難に直面したりしてもそれと堂々と戦ていくところの本当の信心があるということである悪王と邪法の僧が結託して権力と宗教的権威を振るって死者を亡き者にしようとするときには 何者をも恐れることのない師匠のごとくなる心を持って、聖母を守る者があ、成仏の境界を得ることである。そして、礼せば日蓮のごとしとは、ご自身がその手本を示してきたとの流在地における大宣言である。ここで、悪王とは、具体的には大聖人を迫害する。 幕府権力者であり、兵の債門などを示すと、邪法の僧ラが嘉度をなしてとは、領官をはじめ、諸州の僧を指すと、これらの悪僧と権力者に切に結びつき、その立場を理を亡き者にとしたので道場マンですね。 では最後に成仏の要望がかなった作戦するかいかに防止意識を得ても時にかなった作戦をしたいか成仏はかなわないかご教示されているのでありますと,ということですね。ということで第3章はこれで終わっておきたいと思います。 第4章ですね。逆難の予言的中を挙げるというところからまた再開していきたいと思います。はい。ということで今日の動画は以上で締めくくってみたいと思います。引き続きチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。